君がいなくなって24時間が経った僕はまだ一歩も外には出ていない、ラララララッタ、マイペースでよく寝坊する音を持って5分早めた家の時計、ああもう意味ないな、タバコの嫌いな僕を気遣ってベランダで吸ってたっけな、カーテンが揺れて目が熱くなった、もうそこに君はいない、もっとちゃんと僕を見ててよ、もっとちゃんとってその言葉が君には重かったの、もっとちゃんと僕を見ててよ、もっとちゃんとって言わなければ君はここにいたかな、ああ僕のことは多分君がよく知ってる、眠たい時に体温が上がる、キスは短めが好きってこと、もその時思った僕は君一番最初に浮かんできたのは君の好きなタバコの名前、もっとちゃんと君を見てればもっとちゃんとって今更気づいても遅いような、もっとちゃんと君を見てればまだ。